ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。はい、こんにちは、アポロです。今日はですね、英語上達の秘訣をシェアしたいと思います。まあ、なんでね、こういうテーマにしたかっていうと、まあ、過去のですね、エピソードを振り返ってみると、英語を勉強しようというエピソードを、まあ、以前ですね、公開したんですが、その時の視聴回数がかなり多かったんで、まあ、ちょっと英語にね、興味関心のある方が多いのかなということで、まあ、ちょっとね、ビジネス系の話題とはずれるんですけど、今日は英語上達の秘訣をシェアしたいと思います。で、まあ、英語をですね、身につけるメリットっていうのは、まあ、いろいろあるんですけど、ビジネスにもすごく生きるんですよね。例えば、あなたがサラリーマンでも、英語スキル、ビジネス英語が使える人であればですね、もう引く手あまただと思うんですね。これからはもう日本人だけを相手にしたビジネスっていうのはどんどんシュリンクしていくので、必然的に外国人マーケットをですね、相手にしていかないといけない。その時に、英語ができますっていう人がいれば重宝されますけども、なかなかね、そういうことはできないってなると、まあ選ばれにくいということですし、まあ、日本にもね、いろんな外国人がこれから移住してきます。まあ、もちろん旅行で来る人もいますけど、人口が減るってことは移民を受け入れないとどんどん経済規模がね、縮小していくってことになるんで、移民を受け入れざるを得ないんですね。そうするとやっぱ英語が使えるようになっておかないとコミュニケーションが取れないわけです。なので、まあ、もしサラリーマンという立場であったとしても、ビジネス英語は絶対に身につけておいた方がいいわけですね。で、僕自身がこういうインターネットの世界に入ってきて、なんでこんな短期間でね、結果を出すことができたのかっていうと、やっぱりその英語スキルって武器を生かしたからだと思うんですよ。僕のコンテンツ見た人はわかると思うんですけど、まあ、普通の人が知らないような情報をいっぱい出してると思うんですよ。で、その情報ソースはどこなのかっていうと、まあ、海外の、まあ、プロフェッショナルたち、エキスパートたちから情報を得てるわけですね。彼らは、まあ、英語で情報発信をしてるので、そういう人たちのコンテンツを買ったりとかね、まあ、ウェビナーを受けたりとか、そういうことをして、いろいろ情報を収集してるわけです。だからこそ、日本人は誰も知らないような情報をですね、いっぱい出しているわけですね。で、一気にそういう状態で追いつくことができるわけですよ。Google AdSense なんかね、もう多分日本で運用が始まって10年以上経つと思うんですけど、まだ未だにですね、なんか広告の数増やしましょうとか、サイズを大きくしましょうとか、そんなものばっかりじゃないですか。春一を記事下にしましょうとか。でも僕の Google AdSense のね、コンテンツ、まあ見てもらったらわかると思うんですけど、誰も言ってないことをいっぱいね、そこで公開してると思うんですよ。だからそれぐらい日本と海外ってもう情報格差が大きいわけですね。特にアメリカと日本ではもう雲泥の差があるぐらい、もう情報に格差があるわけです。でも日本語しかわからないとそういう情報をキャッチできないんですね。なんで、まあ、英語スキルはね、絶対に身につけておいた方がいい。ビジネスにも生きるんで武器になるから、英語スキルは身につけておいた方がいいっていうことなんですけど、じゃあ英語スキルをですね、どうやってつけていけばいいのかってことですが、まず最初にその日本の英語教育を考えてみたいんですけど、日本の英語教育のやり方に従って英語を勉強しても絶対英語って上手にならないんですよね。それはもう歴史が証明してるわけじゃないですか、ね、6年間中学高校と英語を必死に勉強しても、大半の人は喋ることができない。しかもね、苦手とかってレベルじゃないですよ。喋れないんですよ。6年間必死に英語を勉強してるのに。だからもう日本の従来の英語教育のやり方に基づいて、テストのための勉強してたら英語は上手くならないってことです。だから大多数の人は TOEIC とかってね、受けてると思うんですけど、それって日本の今までの英語教育と何も変わらないんですよ。だから TOEIC 高得点者でも全然英語が喋れない人とかっているわけですね。でもなんで TOEIC あんなに受けるのかっていうと、日本人は受験英語に慣れてるからですよ。受験英語みたいにガリガリと努力すれば、ね、高得点が取れるってものがすごく好きだから、ね、IELTS 受けましょうって言ってもなかなか、ね、売れないですけど、 TOEIC だったら受けるんですよ。必死に勉強すれば誰でも高得点が取れるから、だから TOEIC を勉強しましょうって言われてるわけですけど、そういう勉強の仕方ではなかなか上達しないわけです。あと、よく英語喋れるようになるためには単語が必要ですよって言われるんですけど、もちろん単語も最低限はね、覚えておく必要がありますが、必要以上に単語っていらないんですよね。他の表現に置き換えてね、それを表すことができれば、その単語っていらないわけだから、あんまりね、使用頻度の低いような単語を覚えても意味がないわけです。で、単語ばっかり覚える人は何が起こるかっていうと、会話の時に単語しか出てこなくなるんですよ。ね、
なんかこうよくいるじゃないですか、英語が苦手な人で全部単語で喋る人、文章じゃなくて単語で喋る人、あれは単語しか覚えてないからそういう風になるわけですよ。で僕は、まあ、僕の英語のコンテンツとかでねお話ししてますけど、フレーズで覚えましょうって言ってるんですね。例えば、ね、今何時ですかっていう風に英語に、ね、訳してみてほしいんですけど、今何時ですかって言ったら What time is it now って多分反射的に出てきたと思うんですよ。それはフレーズで覚えてるからなんですね。フレーズで覚えてそれが自分に定着してると反射的に出てくるんですよ。でももしこれをね、完全にこの What time is it now って言葉を知らない状態で単語だけで覚えたらどうなるか、時間、うん、タイムかな、アワーかなみたいな感じで、アワーアワーとかね、ウォッチタイム、now とかってそういう風になるわけじゃないですか。それじゃ喋れるようにならないですよ。だからまずフレーズ単位で覚えるということですね。どうしたのだったら What's going on とかね、How's going とかね、How's going は、まあ、あれですけど、How are you ですけどね、What's up とかあるじゃないですか。そういう感じでフレーズで覚えると反射的に出てくるんですね。ただそれを頭で記憶するだけだと出てこないんで、体に定着させるわけですよ。何度も何度もアウトプットして。だから僕の YouTube 見た人は分かると思うんですけど、僕のそのカナダに来たばっかりの時って、もうシンガポールで、まあ英語使ってビジネスしてたんで、英語スキルはねもう自分に自信があったわけですよ。でも How are you に対するね、I'm good っていう答えが出てこなかったんですね。カナダ人って絶対 How are you って聞いてくるんですけど、スーパーの店員さんとかでもね。その時に How are you に対する返しって I'm good とかじゃないですか、もしくは Great とか、そういう一言ですよすらも出てこないわけですよ。なぜならばそういうふうに答える習慣が身についてないから。シンガポール人は How are you なんて言わないんで、英語ペラペラですけどね彼ら。だからカナダに移住してきて間もない頃、カナダ人に How are you って聞かれた時に言葉が出てこないんですね。で 2,3 秒置いてから I'm good とかっていうふうに出てくるわけですよ。それは頭で考えてるからですね。ハワイと聞かれて、あれなんて答えんだっけみたいな感じで 2,3 秒インターバルがあってから出てくると。でもそれをハワイと聞かれて I'm good とか great とか not bad っていうふうに言ってると、もう反射的に出てくるんですね。で僕がカナダに移住してきて I'm good っていう簡単な言葉が出てこなかったのは、それは僕の英語レベルが低かったからじゃないですね。 I'm good とかだったら中学生でもわかるわけじゃないですか。だから英語を知らないからとか英語レベルが低いから出てこないんじゃなくて、単純にそういう訓練をされてないからですよ。 I'm good って反射的に返す訓練がされてないから言葉が出てこないですね。だからそういう訓練をしていくんですよ。フレーズ単位で覚えて、こういうふうに聞かれたらこう返すみたいなね、そういう訓練をしてると言葉が次から次に出てくるようになるんですよ。でも日本のね英語教育みたいにガリガリと、ね、机に向かって単語を覚えたりとか、なんか文法を覚えたりとか、正直文法もいらないですからね、話す上で。シンガポール人なんかもう文法ぐっちゃぐちゃだし、でもそれでも彼らは英語ペラペラ喋ってるわけですよ。だから文法とかってもう最低限のルールだけ覚えておけば、現在過去形、過去のことを現在形で喋っても通じるんですよ。シンガポール人なんか過去形なんか使わないわけだから、I go to restaurant yesterday とかって普通に言ってますからね。それでもコミュニケーション取れてるんですよ。だから必要以上に文法を意識すると逆に出てこなくなる。あと日本人のですね英語教育でよくやりがちなのが、もう英語全体をこうマスターしようとしてしまうことなんですね。英語を勉強したらもうネイティブにならないといけないみたいな意識が強すぎて、もう英語すべてをですねマスターしようとする。もうあれもこれも知識を身につけようとするんですけど、そうすると膨大な時間と労力が必要になるわけですよ。そしてあまりにもねそのやることが多すぎて自分の上達が感じられないんですね。全然自分英語できてないじゃんと思うわけですけど、それを最初から絞り込んだら正直短期間でも英語ペラペラになることできるんですね。例えば自分が、まあ、何でもいいですけど、じゃあ、スーパーで働くとしてね、そのスーパー海外のスーパーで働くとして、そのスーパーで使う英語ってある程度パターンが決まってるんですね。こういう単語を使うとか、こういう表現を使うとか、でそれさえ覚えとけばもう8割方の会話はできるわけですよ。でなるともうそこだけに集中して勉強すればいいわけですね。自分がもし海外旅行でね英語喋れるようになりたいって言うんだったら、あのガイドブックとかに書いてある英会話だけ覚えておけばいいんですよ。それなのになぜか TOEIC を勉強してしまったりするから全然上達が感じられないと。だからまず英語を勉強するときは自分の目的から逆算して、どこから勉強するのかってことを考えるんですよ。例えばもう B
ビジネス英語だけ学ぶとかね、ビジネス英語の中でも自分はじゃあ例えば会計だから会計に関する英語表現を優先的に学ぶとか、でそれがある程度できるようになったら範囲を広げていって、じゃあ今度は社内のねコミュニケーションとかそういうとこ学ぼうとかね、プレゼンの表現学ぼうとかってどんどん広げていけばいいのに、いきなりこうなんていうんですかね、もう 大海原にドボンと入っちゃうから溺れちゃうわけですよ。最初は小さなね池とか水たまりから始めればいいのに、いきなり 大海にボーンと飛び込むから、そこでねもうわーってこう息ができなくなって沈んでいっちゃうわけですよ。だからまずは小さいところ、自分が何のために英語喋れるようになりたいのかってところを明確にして、それに関連した表現だけ集中的に学ぶと、そうすると短期間でも結構もう8割方は喋れるようになったり理解できるようになったりするわけですね、うん、なんで自分に必要ないものは逆に学ぶ必要はないです。なんかこうね YouTube 動画とか見てると、なんか英語の勉強のねノートとか書いてて単語の意味とか書いてるわけですよ、ね、肩甲骨はこういう単語ですとかでもね、こう書いて、あ、勉強熱心なのはすごく、まあ、素晴らしいとは思うんですけど、正直肩甲骨なんて言葉使わないですね。僕も海外10年以上住んでますけど一回も使ったことないんで、別に必要になればその都度覚えるんですよ、単語っていうのは勝手に必要だから。だから僕もね今年すごく、まあ、熱で、こう熱というかね、あの帯状疱疹っていう病気にかかったんですけど、その時に必要だから覚えるんですよ。帯状疱疹はシングルっていうんですけど、 SHIGLE シングルっていうんですけど、必要になったら覚えるじゃないですか。だから覚えてないってことは必要じゃないってことなんですよ。だから覚える必要はないんですよ、その単語帳とかっていうのは。だから僕は基本的にそういう単語帳みたいな勉強してないし、それでもやっぱりビジネスでね英語を使って海外のカナダの外資系とかでも全然ねネイティブの人たちと一緒に仕事してましたし、僕も決してネイティブレベルじゃないですよ。でもビジネスでは十分成立するぐらいの英語は喋れます。っていうのはそういう勉強の仕方をしてたからですね。とにかくどうやったら喋れるんだろうってところにフォーカスをしてやってましたし、いらないものは学ばない、うん、っていうことをやってるとやっぱり効率よくね英語は勉強できるようになるんで、従来の日本の英語の勉強方法で絶対喋れるようにならない、それはもうさっきも言いましたけど証明してますよね、歴史が。だから英語をいっぱい知識身につければ喋れるようになるっていうのはそれは完全なる勘違いで、知識があってもその使い方がわからなければ喋れないので、ね、それだけはくれぐれもね頭に入れておいてください。英語能力指数っていうねものがあるんですけど、日本の順位は年々下がっててですね、もう50位以下に今下がってるんで、それぐらい日本の英語教育っていうのはまあちょっとね問題がありなので、英語喋れるようになりたい人はぜひ、まあ、今回のね話を参考にしてもらえればと思います。